東京都の水道事業を PR する江東区有明の水の科学館はリニューアルに向け半年余り閉館していました。その水の科学館が明日から再オープンすることになりました。東京都水の科学館は地上3階建てで、以前の施設に比べ遊びの要素を多く取り入れて、子どもたちが体験しながら学ぶことができます。3階の水の旅シアターは最新の映像技術により、自分が水の粒になって水の旅を体験することができる施設です。また2階には実験やクイズ、ゲームなどの施設もあり、水源から家庭の蛇口までを体系的に楽しみながら学ぶことができます。東京都水道局のが何をやってるかということも分かっていただきながら、水道の勉強をしていただけたらいいと思います。科学館の地下には実際に豊洲エリアに水を供給している有明給水所もあり、毎日ガイドと回るツアーが実施されます。入館は無料で、明日は10時から一般入場が始まります。